ワンステップ患者会の役割というと、不安や孤立感の軽減、同じ境遇の人との共感、情報交換、ロールモデルとの出会い、日頃家族にも言えないようなことを話してくださっていて、で自分もその場では言えるというのが本当にほっとして、心底共感できる人がいるっていうことと、ちゃんとした正しい情報を得られるっていうこと、正しい情報というのはなかなか患者本人で見つけにくいところがありますので、情報収集ができる場があるというのはすごくありがたいな。では2つ目のですね、患者会についてのディスカッションを始めたいと思います。まずはですね、ワンステップの長谷川より、そもそも患者会とはどういったところなのかということをお話をさせていただきます。でその後、パネラーの皆様からの実際のご経験ですね、ご覧いただいている方々へメッセージいただきたいなと思っております。ではよろしくお願いいたします。はい、ではガラリと変わって患者会のお話になります。ちょっとガラリと変わりすぎてちょっと心がついていけない感じですけども、頑張っていきたいと思います。ではスライドお願いします。患者会ってどういうところということで、私の方からお話しさせていただきます。まず今日10分間ぐらいのお話です。2つあります。日本の肺がん患者会ってどのぐらいあるのかということをお話しさせていただきたいと思います。でもう一つが、患者会の役割って何だろうねっていうことをお話しします。はい、では始めます。1つ目、日本に肺がん患者会16個あるんですよね。たくさんあります。たくさんあるってことを知っておいていただければなというふうに思っています。これか見ると、北は北海道、南は鹿児島までいっぱいありますね。東北がなんかちょっと少ないイメージですけど、それなりにあります。皆さん今日オンラインで参加してくださっている方、日本の各地から参加してくださる方いらっしゃると思うんですけども、ぜひググっていただいて、自分の近くの患者会を探していただけると嬉しいです。では続いて、患者会の役割ですね。本題の方いきます。患者会の役割とはこれこれこうですというと、あと1分で終わっちゃうので、もうちょっと長くするために、ちょっと漫画を用意してきました。私たちはその患者会の役割を漫画動画にして出しているんですよね。そのシーンを抜粋しながらお話ししていきたいと思います。この漫画動画の主人公はこちらですね。この右側のこの女性です。30代のシングルマザーですね。肺がんになってステージ4なんですけども、途方に暮れている時に患者会に参加した、そんなところが描かれています。皆さん、患者会というとどこで行われているイメージが強いですかね。病院でしょうか。市民センターのような公の場所でしょうかね。この漫画ではオンライン上で、みんなが集まって、ワイワイとやっていました。そうですね、インターネット上では日本全国の患者家族がこう出会える、そんな場になっています。コロナが終わってか、コロナが起こってからですね、患者会もそんなオンラインに変わっていくようになりました。左上のコマを見ていただきたいんですけども、こちらですね。こんばんは、橋本さくらです。さくらって呼んでくださいなんて言ってますね。外というか裏側が青空ですよね。つまり外出先から参加しています。外からスマホで参加することもできるという、そんなことが描かれていますね。そして下のコマ、吉田ですなんていうふうにおっしゃってます。こちらは、これ分かるかな、これ入院中って設定ですね。病院で入院しているときにも、その病室から、オンラインだと参加できるようになりました。もういろんなところから、もう自宅からでも、公園からでも、どこからでも参加できるっていうふうに変わってきてるっていうふうには思います。はい、ですることは何かということなんですけども、大体患者会でやってることっていうのはおしゃべりですね。はい、おしゃべりです。何がいいんですかね、おしゃべりしてということは、この後一応漫画では描かれています。先ほどの主人公30代の女性がこんなことを
参加したと言っているんですね。患者会ではよく聞く言葉をここに載せています。ちょっと読んでみますね。私、隣に家族や同僚がいてもずっと自分だけ違う世界にいるような気がしていました。でも一人じゃないって思えました。はい、こんな風な、言葉を本当によく聞きます。はい、こんな風に思ってくださる方が多いんですよね。これは多分仲間の力とでも言えばいいんですかね。特に何もしなくても同じ境遇の人がただ横にいるだけで力になる、そんな、力が、仲間にはあると思います。なんか不思議ですけどね、別に何もしなくても同じ境遇の人が横にいるだけで力強くなっちゃうんですよね。はい、そんなシーンが描かれました。で、これをもうちょっと説明すると、多分この上の2つですかね、不安とか孤立感が軽減されたり、また同じ境遇の人との共感みたいな、そんなのができる場なんじゃないかなというふうに思っています。そしてもう一つ、ワンステップの特にワンステップの特徴ですけども、情報は出しているので、治療の情報などそういったことを交換できるという場にもなっているのかなというふうに思っています。そしてもう一つですね、患者会の役割としてぜひ紹介したいものがあります。一番下ですね、ロールモデルとの出会いと書かれています。また漫画に戻ります。主人公、その30代の女性ですけども、その方がこの患者会で出会ったのは、漫画で出会ったのは、自分らしく生きることを諦めない人と出会ってるんですね。ちょっと説明します。左上、その先ほどのさくらさんですね、バイクで日本縦断してるんだ、北海道から出発して今香川まで来たとこなんだよみたいな、そんな話をしていました。で、そしてその後ですね、漫画の中では、このさくらさんが再燃、悪くなっていってバイクに乗れなくなったことが、描かれます。で、その後主人公が患者会の、リーダーみたいな、患者会の長と一緒に話している、そんなシーンが右下なんですけども、驚いてるんですね、そのさくらさんに対して。でも驚いているのは、病気が悪くなったことに対して驚いてるんじゃ ないんですね。具合が悪くなって、具合が悪くなったことは確かで、オートバイにも乗れなくなってできないことは増えてるんだけども、その中でできることを見つけていたってことに驚いているんです。ここにセリフでもありますけども、週に1回だけカフェでバリスタ始めたんだ、前からやりたかったんだよみたいな、そんな風に言ってる。すいません、ちょっと詰まっちゃいました。このさくらさん、コーヒー好きっていう趣味を生かして、カフェでアルバイトしてるわけですよね。もうその病気が悪くなったことに驚いて、何もできなくなったことに、ごめんなさい、繰り返しますが、驚いてるんじゃなくて、次にできることを始めてることに驚くんですよね。先ほど言ったように、自分の人生を諦めない人、自分らしく生きることを諦めない人と出会ったみたいなことが描かれています。こんな感じ、こんな風にロールモデル、自分がどういう風に振る舞っていくかということを学べる場なんじゃないのかなというふうに思っています。ちなみにこのさくらさん、日本縦断して、その後悪くなって今カフェでアルバイトしている、これは実在の人物なんですよね。こういった方はいらっしゃる、それはちょっと紹介していきたい、おきたいと思います。で、またこのロールモデルっていう意味では、このさくらさんとはまた別に実在の人物をワンステップでは漫画にどんどんしています。この右側の方は、ハンドルネームだとケント君という方ですかね。自分の遺伝子、ドライバー遺伝子、先ほどの前期先生の話の中にありましたけども、それの状況を自分で把握して、足りないっていうふうに調べているのが、数が足りないんじゃないかっていうふうに自分で思ったら、先生と交渉して、そして再検査をした、そんなふうに積極的に関わった、実際の人物の話が
漫画として描かれています。はい、ぜひこれワンステップの YouTube にありますので見ていただければと思います。もう一つ患者会の役割として、今はおしゃべりの中で起こってき、たことを説明してますけども、なんていうんですかね、社会とか医療に対して声を上げていく、そんな役割も患者会は持っています。こちら あなたが困った項目の割合ベスト&ワースト5って書いてあるんですけど、これ皆さんに春ぐらいですかね、アンケートしたの覚えてますかね。何が困りましたかっていうのを聞いて300人ぐらいの方が、答えてくれました。で、困ったことの1位は気持ちの辛さ、そこに関してすごい困った、つまり不安が強い、気持ちが弱くなった、そこに対して困ったっていうのが1位だったんですね。で、2位は治療の決め方、意思決定に関して困ってるっていう人が多かったです。3位はお金。こんなことが300人に聞いて分かってくると、あ、みんなここに困ってるんだねっていうことで、じゃあ次どんなふうに自分たちが、例えばワンステップとして行動すればいいのか、もしくは国だったり、先生方、学会等にですね、働きかけていけばいいのかってことが具体的になってくるんですよね。こんなことも患者会の役割としてあるんじゃないのかなというふうに思っています。アンケート必ずちょうどこれあれか、この前の秋の学会で発表させていただいたんですけど、皆さんにはまだちゃんと発表したよっていうふうには言えてないんですよね。そのうちワンステップのブログ等で、出ていくと思いますので見ていただければと思います。はい、以上です。患者会の役割というと、不安や孤立感の軽減、同じ境遇の人との共感、情報交換、ロールモデルとの出会い、こんなものがあります。ぜひ興味があれば来ていただければなと思います。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今漫画動画も出てきましたが、全く同じ境遇でなくともやはり患者が共通して持つですね、痛みや苦しみというのが非常に分かりやすく描かれております。ご興味ございましたらぜひご覧ください。ワンステップ。